今日は当社の会社説明会に来てくれてありがとうございます。説明会といってもそんなに硬くならないで。何でも楽しく。そういう我が社の社風を感じてもらうのもこの説明会の目的です。はい。正直なところ、みんなが気になってることって、休みはどのくらいあるの先輩は優しいのそれに、給料は高いのってな感じですよね。<laughs> 僕も就活生の時はそうでした。その辺にもバッチリ答えていきますよ。すごく良さそうな会社ですね。いい雰囲気が伝わってくるぜ。私が探してたのはこういう会社よ。にょほ。 それではまず休みについて。年間休日は120日。超ホワイトです。やめたいもちろん、有給も好きな時に取れるし、取れない。むしろ早く消化しろって言われちゃうくらいなんです。んにょほ。定時は17時で23時。繁忙期以外はその時間に帰れます。繁忙期でも19時には帰れます。朝まで帰れない。んにょほ。んにょほほ。あ、あのー、人間関係も良好です。先輩はみんな優しくて、営業がめちゃな納期で取ってきた仕事を我々が寝ずに間に合わせるけど、本当にアットホームな職場でどうしてもミスも増えるし、参加必須飲み会は本当に面白くて、客と上司がやまって営業からは罵られる。んにょほほ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 ほ そんな、でもアットホームって単語は聞こえたしまだわからない、まだ仕事は本当にやりがいがあって納期に間に合わせることが全て残業代は出ないアットホームの職場で納期に駆け込んだ同居は職場で誰にもんに本当にホワイトの会社で就活の時もっとよく調べてれば辞めたいなんて言った日にはにょほ、にょほほほ、にょほほほほほほわ、ま、私にはわかる、闇、深い闇のオを感じるわバイトリーダーの経験まだある佐々木さんがこんなに怯えるなんてこれが社会 バイトトとととはは別レベルの化けけけ物っててててこななんですね大学時代ネッだだ見た俺にもついいいホワイトホワイトここはホワイト残業発給パワハラ謝罪休みの日でもちらつく脳器刻み込まれている脳に帰りの電車のホームでつぶやくホワイトホワイトここは怖いとどうしてニョホになってしまったニョホホに問いたいワイトまさか会社説明会でキクラップがこんなに怖いとはねニョホホ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  皆さん、ぜひ一緒に働きましょう